長大とは、平安時代に、貴人の座所や神所として屋内に置かれた長土のこと。ご長大、またおとばりとも言う。ご長大の図、宮殿長土使いより、四方や四隅にとばりを垂らし、天井には名称寺を置く。長大の中には、貴重と畳を敷いた浜床が置かれているのが見えるが、柱や鴨居は、とばりや名称寺に隠れて見えない。とばりと貴重にある模様は、 くつき型と呼ばれるるである即位例、理解小国筆長台の形状は四隅に置いた、土井という L 字型の台の上に高さ6尺7寸の柱3本、合わせて12本の柱を立てると全体の高さは7尺1寸になる。その上の形辺に、鴨井と呼ばれる横木を渡して、おのおのの柱をつなぎ、その上に山を漆塗りとした、名称字を乗せ、 四のの帳を四隅に、五幅の帳を四方の中ほどにそれぞれに別に垂らした。その外見は帳を垂らした立方体のような形となる。浜湯かその他の寸法などは、類寿雑用小巻四に、随理で詳しく記されている。頂台の内側には、東西と南側の三方に三尺の基調を立てて、目隠しにし、基調を置いた側の帳は三尺ほど巻き上げ、 壁白のように内外の紐で結び止め、北と四隅の帳は垂らしたままにしておく。向かって手前側の柱二本には上から一尺ほどの位置に肘金を打ち付け、三角と呼ばれる水難よけの五符をかける。これは桑の木で三角をかたどってさらに波模様を彫り、それに銀の網をかけたもので、本来は本物の際の角であったが、 それが手に入らなくなったので木を刻んで代用としたものだという。反対側の柱の左右にも同じようにして八角花形の魔よけの鏡をかける。中央の神女には皇后が用いる場合にのみ、浜床という旧尺四方、高さ一尺の黒塗りの台を置くが、皇后以外は板敷きの上に南北に土敷きという雲原園の畳二畳を敷く。この上に、まず、 京むしろを敷き、その上から、竜ひげの地ほという色とりどりに染めたい草で折った、むしろに青い円を塗った敷物、そして、しとねといって畳を芯にした綿入れの四角い座布団のようなものを敷き、芯の枕などのヤグを置く。使用者は南枕に寝る。なお、もし枕辺に立ちを置くならば、柄を西に、葉を南に置く定めである。 また、頂戴は終身の場所としてだけでなく天皇の座所、ともされ、代理においては、聖領殿の他に古くは、死神殿にも置かれ、その中に石を建てたが、この死神殿の頂戴には基調を用いなかったという。天皇、皇后所用の場合は、頂戴の入り口の前に、左に、重しの獅子右に狛犬を置いた。いずれも混同性で、これらについては、 人大期のほっせりの命の孤児にちなむとか、狛犬とは、実は、キリンで、近隣近自主を陳主とする等の側転、武功の例によるとも言うが、半然としない。藤井高少著の、松野落葉によれば、皇家次第立功の上に、四死刑二つまた四四形、四死刑、おとばりの南面左右に立つとあること。 映画物語、布引きの滝の巻で獅子舞のことを獅子狛犬と称していることにより狛犬も獅子であり、獅子と狛犬との二種ではなく、かつ、優先屈の中に、威欲濃くため獅子、安床等、日鬼に波特沈を支線石とあることによって、この獅子綿は、重しのようをなすと同時に、鬼見を避けるまじないとなるものであったろうという。神社では、町内内部に、お玉城を法案し、 ふすまや錦しぶたなどで覆うれいが見られる。白木や漆塗りのものが多くあり、その一例として、檜のきざいちと金金かなぐつけはまゆか、ど八角角天井、おしきほろ、四条角の脇天井ふく一条厚畳八条流ひげ、おしとね付け。震災グビン四十40巻民族工芸、平成28年9月、発行前438ページ200ページ。 ありがとうございます。